各省庁では新大臣が本格的に始動し、就任会見や新旧大臣の引き継ぎが行われました。日本における昨今の少子化の進行は危機的な状況であり、待ったなしの先送りのできない課題であります。子ども若者や、子育て当事者の声を聞き、子ども真ん中社会の実現に取り組んでまいりたいと思います。初入閣の三原大臣は先ほど就任会見を行い、石破内閣の一員として重要な政策に取り組む身の引き締まる思いと語りました。外務省では大臣の引き継ぎ式が行われました。上川前大臣は日本の外交を未来につなげてほしいとエールを送りました。岩屋大臣は激動の時代に間違いのない日本外交を展開していきたいと意気込みました。